はい、どうもこんばんは、船です。今回はね、コンパスやっていこうと思いますが、今回はカノーネと、オレンジのミクでございますね。やっていきましょう。で、これ結構ね、キル型のミクっていうことで、そう、ガード張ったらカノーネ、ガードなかったら、なんだっけ、オルレンジで、こう、転ばせようっていう、編成なんですけれども、正直ね、これちょっと難しいんですよね。今ちょっと何試合かやってみたんですけれども、なかなか癖強いですね。まあ、カノーネは結構その、ダメ感張った的にこう、パリンパリン割れるんでいいんですけれども、このオレンジがね、こうね、転ばせるっていう意味ではすごい強いんですよ。クールタイムが24秒で転ばせられるっていうのは正直強いんですけれども、それ以前に全然ダメージ入らないんですよね。こうイエーガードカノンで結構キル型に寄せてはいるんですけれども、それでもね、なかなかダメージが入らないんですよ。ほらほら、半分も刺さらないんですよね。こう、とんでもなくないですか。半分も刺さらないのはちょっと予想外っていうかな、どうしたらいいのっていう。向こうのミクも攻撃してきますね、なかなか。とりあえずミクの HS が貯められると耐久用にされるんで、まあ釣っちゃいましょう。さあ取れるかな。 OK、 取れたけど大丈夫かな。この後が心配。さあここにオレンジ落ちろい。よっしゃ落ちた。やったよ、やった。ありがとう、ありがとう、みんなありがとう。もうこれ仕事終えたわ、仕事終えたわ。もう裏行ってますね。裏はちょっと対処しま、あ、いや、行ってくれるっぽいですね。ありがとうございます。ちょっとこっち対処しましょうか。大丈夫かな、大丈夫かな。あ、そう、怒られてるよね。大丈夫かな。あ、ナイスナイス。カノグラノカノネじゃない、グラナト。あ、やばい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 、死んじゃう。ダメ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 。さあここにオレンジ、よーし、切る。オッケー。お、C の方も処理してくれましたね。ありがとうございます。強くない味方。味方強くないね。ね、ありがとう、本当に。これまたミックをね、C から落とすっていう仕事しかしてないからね。ただそろそろね、ミックもね、ドア使える状態なんで、ドア警戒で C の方もね、特に気をつけてみていきましょう。で、これ、オレンジをドーン。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。カノネ3人でカノネ、うわ、グラナート、うわ、で、マトイがいた。ナイスキル。てか、味方が強いんだけど、味方が強いよ。もうすることないじゃん。てかさ、結構、溶けるときすぐ溶けちゃうから、アンジュがね、うまく使えてないんですよね。アンジュは、もう攻める前にどんどん使っていくようなイメージ、心がけていきましょうか。ちょっとね、今までのこうガード2枚の感覚だと、アンジュをね、使う前にこうやられちゃってるっていう傾向が多いんで、こう、あ、敵が来るな、敵が来るなっていうタイミングで、アンジュを入れてあげるっていうのが大事かな。で、ここでオレンジ入れちゃいます。はい、転ぶ。よーし、いいね。で、これガード張ってカノンに誘発。それフルークだ、それフルークだ。あ、ナイス、ナイスキル。よしよしよし、勝ちましたね。 OK、 ありがとうございました。そうだね、やっぱりシュースタンで転ばしたり、吹っ飛ばしたりだとか、カノーネでダメが張った敵を飛ばせるっていう意味では、初手のね、スプリンター同士の C の取り合いとかだと結構ね、有利な方向で戦えるんじゃないかなという印象でございました。ミックってそもそも C 合戦結構苦手な方なんで、耐久はできてもね、 C 合戦は苦手なんで、やっぱそういった面では使いやすいのかなという印象でございました。ただすごい解けやすいんで気をつけていきましょう。では2戦目いきましょう。はい、ではやっていきましょう。2戦目ということで、またグレートウォールでございますね。こっちもね、スプリンター同士の C 合戦とかだったら、こうね、オレンジで吹っ飛ばしたりだとか、カノネでね、吹き飛ばしたりっていうのができるんじゃないかな。やっていきましょう。で、相手が誰かな。こっちはメグメグと、オルタでございますね。で、敵の方が、あ、レイヤか。レイヤなら、結構ね、体力が低めだよね。低めだよね。なんで、そうだね、オレンジ、カノネ等でキルも狙えるんじゃないかな。やっていきましょう。じゃ、とりあえず C の方に走っていきましょう。武術家もドアもないんで、まあまあ、同等のでスピードでつくんじゃないでしょうか。さあ、どうかな。ちょっと、あえて、こう、なんか、ググだった感じにして、ポータル触るよと見せかけて、オレンジを入れちゃう。よしよし。じゃ、これ、カノネを挟む。キルできんな。キルできんな、これ。よし、まあいいでしょう。ちょっとガト捕まえられてるけど、あ、やべ、落ちちゃった。待ってよ、アタッカー一人させちゃうとちょっとよろしくないんですが、行きましょう。
まあね、オレンジはこうクールダイム早くても、もう勝ってくるところなんで、うん、よしよしよし、じゃあここでオレンジ入れちゃいます。落ちて、オーケー、落ちたね。じゃあガード張って、いや、ちょっとこっち側に引き寄せたら、ガード張るんじゃないかな。だよね、だよね。あ、いやいや、キルしてくれてますね。ありがとうございます。なんていうキル力。ちょっとこっち広がらないようにしておきましょうか。うんうん、よし、じゃあカノネ、つこう。よし、いいね。あ、ナイス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 。待て待て待て、レイヤー来たな、レイヤー来たな。うん、どうしようかな。ま、ここで。ガード張ってポータル吸ってみましょう。うんうん、上に上に誰かいない、上に誰かいない。あれ飛んだな、あれ飛んだな。ちょっとどうしようかな。いや、二陣取った方がちょっといいかな、いいかな。待て待て待て、カノネ、カノネタイミングじゃなかった。じゃあこれグラナード入れちゃう。よし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 、あれやれるんじゃね、あれやれるんじゃね。いや無理か、無理か。ちょっと逃げよう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 。やって、やって、やられした。今反対側に逃げるべきでしたね。オカリンがね、射程範囲広いんで。そうだな、上に飛ばされたのは気づかなかったからな。あれやられちゃいましたね。ちょっと HS 溜め直してから行きましょうか。大丈夫かな、アタッカーが一人で突っ込んじゃってるけど。ちょっとすぐ援護行きましょうか。よし、行こう行こう行こう。これ HS 溜まるでしょう。よしよし、で残り40秒なんで、もうすぐ HS は切っていきましょうか。でこれグラナートも入れておいて、はい、あ、待って、嘘嘘、早すぎた早すぎた、読みかののつもりが早すぎた、嘘じゃん。よしよし、キル、キル狙いながら、オッケーオッケー、ナイスキル、ナイスキル。じゃあここでキル狙っていきましょう。キルじゃない、あのポータル取っていきましょう。よし、ポータルゲット。あとは HS 切って終わりかな。 HS 切りたいな、 HS 切りたいな。オッケー、よし、勝ちましたね、ありがとうございました。すごい、最後にはもうめぐめぐとね、味方のね、オルタにね、どんどんキルしてもらってっていう感じになりましたけれども、まあ良かったんじゃないでしょうか。そうだね、 C いとけばよかったね。ちょっと攻めすぎた動きしちゃったんで、そこが敗因になる、なるところでしたね。負け筋作っちゃったんで。いやー、攻めすぎも良くないですね。うん、なんて言っても耐久ができないんで、そう、攻めすぎずに立ち回るのもいいですね。次行きましょう。はい、ではやっていきましょう。3戦目ということで、太鼓でございますね。このステージ結構ジャスティスが、ジャスティスがいるのか、ジャスティスがいるのか、そっか。うん、難しいね。まあ、頑張っていきましょう。で、味方がギルガメッシュとオルタということで、だいぶ火力寄りでございますね。で、デッキの方がジャスティス、マトイ、あとオルタ。向こうの方が火力寄りでございますね。頑張っていきましょう。で、この場合はどうだろう、オルタだいぶ早いんで、デッキ理人取るよりは C の方がいいのかなと思いますけど、さあどっちかな。嘘じゃん、嘘じゃん。じゃあここでキル狙っていく。あ、ナイス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 。よしよし、 OK かな、 OK かな。あ、ちょっとそこ任せちゃってもいいかな。ここ取ってすぐ C の方に走っていきましょうか。よし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 。さあさあ、どういった立ち回りをしてくるかな。で、ポータル触っちゃいましょう。早く触ったもん勝ちっていうところがあるんで、オーケーゲット、ありがとうございます。味方のフォローが完璧でしたね。よし、じゃあちょっと向こうの方ジャスティスに広げられないようにしていきましょう。はい、ジャスティス転べー、オーケーオーケーオーケー。ある程度広がればね、立ち回りやすくなるんで。さあ、ガード張ったところにカノネ入れたい、ガード張ったところにカノネ入れたい。ガード張って、お願いだお願いだ、見ろ見ろ、嘘じゃん嘘じゃん。いけ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 、赤色に赤色に変えよう、赤色に赤色に、いけねえ、これ倒せないんだけど、いやもうほっといていいかな。ちょっとほっとこうか、あれ、あ、オッケー、ナイスキル、ナイスキル、はい、よしよしよし。グラナートからのもう一発カノーネがあるんで入れちゃいます。オッケーで、回復も入れちゃって一回下がりましょう。オッケー、ナイスキル、ジャスティスいいね、ぶっ飛べー、よし、足こいき、あっと、ディーバだったか。ちょっともう一回下がりましょうか。クールタイム早いとはいえね、連続でポンも打てるわけではないんで、うん、そこがちょっと難しいですね。
あと HS を貯めたい。HS もうちょっと貯めていきましょう。うん、HS 貯めないとね、どうなるかわかんないんでね、ジャスティスの HS なんか特に強いんで気をつけていきましょう。さあ、どうかな、どうかな。向こうの HS 具合は全然誰も溜まってませんね。うんうん。残り1分でもね、残り1分あればね、3人ともポンポン溜まりようぐらいな感じのね、HS の具合なんで、ちょっと警戒でいきましょう。ミロか。ミロ張ってる分にはね、倒せないんで、ミロがない30秒ね、ちょっとキルの方で狙っていきたいと思います。で、あとね、メカハンだっけな、持ってたから、それも気をつけていきましょう。ミロね、クルタイム45秒の効果時間がね、なんだっけ、15秒だから30秒は隙あるんですよね。その間に狙っていきたいですよね。さ、じゃあ、転んでください。どーい。で、多分ね、ガードないんですよね。この人ガードないんですよね。オッケー、ナイス。よし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 。あとは、あれが怖いね。このセイバーの、ね、あ、モルガンが怖い。さあ。おーおーおーおお、握るいや、握るではないか。まあ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 。さあ、これダッシュ入れちゃって、これ、転ばせられない。あ、モルガン、一回逃げて、HS 切っちゃいましょう。よし、OK、ありがとうございました。よしよし、まあまあ、なかなか、ね、良かったんじゃないですか。なんで、初手の立ち回りもね、ジャスティスをすぐ3人で溶かせたっていうのが大きいんではないでしょうか。まあ、正直、ミクいなくても溶かせた感は、まあ、なくはないですけども、まあまあ、活躍できたんではないでしょうか。うん、やっぱ、キルミクってこともあって、2キルもできましたね。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでございましょうか。やっぱり、転ばせる、オールレンジと、あとね、キルに繋がる可能ねっていうのはやはり強い印象でございました。で、まあどちらにせよ、こう、ね、ミクではキルが難しかったんで、味方と一緒にこう攻撃をするっていう意味での、やっぱそのキルとか後継に繋がる印象ではございました。やっぱ一人で突っ込んでも、あんまりそう、どうもこうもできないようなカード性能ではありましたね。うん、ミクで使うとね、うん。まあカード自体は強いんですけれども。まあそういった感じなんで、やっぱり一緒に戦うっていう、まあミクはあくまでサポートっていう形が強いので、そう、うん。あくまでサポートとして一緒に攻撃をしてあげるっていう印象でございました。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。これからもね、ミク使っていきたいよという方のために動画出していこうと思うんで、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。